今試合が始まりました。まずは画面左から右のシュートは外れて富士通ボール、篠崎が持っていきます。篠崎のシュート、はい、吉田選手ここはさすが篠崎選手しっかり決めましたね。もう判断力がすごいですね。山本スリーポイント、昨日完全に自信を掴んでるのでシュートは外れて富士通、篠崎開きました。宮澤のスリーポイント、わーここで来た、ここで決めるのがこの宮澤ゆきですね。中川さん、河村に入れてきます。これは宮澤のですが、この富士通に加入しました宮澤、まあ、よく狙ってましたけどね。長岡、うん、やっぱりずれ作れてますね。今度は決めてきました長岡、はい、これで12対12。山本ショットクロック10秒です。ステファニースリーポイント打ってきます。わー決めた。この1本は終わり。画面左から右に攻めます黒のユニフォームがトヨタ自動車、マウリーステファニー、ソハナのシュートです。わーまた決めてきましたね。これが今日も決まってくると富士通は警戒ですよね。そうですね、ここはもうここで長岡、ソハナ、ソハナのシュート、わーナイスシュート、これですよね。これで当たりだったりとかドロー近さがもうトヨタ自動車が上回ってるので、まあ、セカンドチャンス、リバウンドの部分もそうですけれども、やはりこの辺の強さっていうのが今富士通大事な時間帯かなというのは感じますね。そうですね、そして河合が決めてきます。いや笑顔出ましたね。こういうとこですね、からっていうのはね、すごく共通認識の中でやってるので、はい、まあ、しっかりね飛び込んできますね、はい、ショットクロック残り少ないところ町田が行っていきました、はい、よく決めましたね。いや吉田選手今町田さん、はい、エブリンのシュート、いやーナイスリバウンドですね。ここそしてこのスリーポイント、はい、セカンドチャンスのところでねしっかり得点につなげてますねトヨタ自動車。エブリン三好のスリーポイント、いやーここで決めれてくる、すごい連続でトヨタ自動車はスリーポイントですね。あーナイスパス、はい、時間がないところ、いやーここ狙ってる止まらない。そうですね、もう第2クォーターに入ってトヨタ自動車、これはすごいですね、まあ、町田のところこれは三好が行きました、まあ、富士通としてもしっかりあの寄せてね。さあステファニーです、空いたら打つ山本。これですね山本選手ね、しっかり決めてきますよね。いや勝負強いですね。昨日今日とも爆発してますね山本選手。そうですね、あ入れ替えしました。富士通は町田が得点を決め、時間がありません第2クォーター、町田が持っていく、2連チャンで町田選手でしたね、はい、ナイスシュート。ここはもう町田選手のしっかりと良さが出ました。さあ前半が終了して43号車がリードしてこの後半入っていきます。富士通は町田篠崎からここの内野にパスが通りましたね。このパッティングプレーですよね、ミスマッチだったので、これは先ほどの町田から内野のプレーですね、はい、ここよく見えてますね。エブリンのスリーポイント、これは来ません。篠崎打ってきました。吉田選手これで決めてきましたね。そうです、多分ここから波に乗ってくるんじゃないかな。スリーポイント、うん、リズム悪くないですね。富士通は積極的にシュート狙っていっています。おここはファウルをもらっています。バスケットカウント、はい、このクォーター非常に鍵となる時間になるでしょう。富士通一桁差詰めてきましたが、ここでこの山本、吉田選手、山本選手、年がね、おそらく近いですよね、はい、ショットクロック10秒、三好から河村、ナイスパス、山本のスリーポイント、今、うわって出たね、今のうわ、どちらですか、吉田選手の方、
ここは守りましたね。得点につなげていきたいところ。守りました。これ今度はアタック。いや、宮澤選手のところが、ね、しっかりディフェンス体張って頑張りましたので。長岡萌子ショットクロック10秒。わー、ナイスパーツ。このステファニーから河村、しっかりと得点決めてきました。吉田選手、今のプレーどうですか。持っていきたいところですよね。いや、ここ今ね、すごく大事な時間帯だと思います。流れ掴んできているので、はい、やっぱり得点につなげたいですね。宮澤ですね。いや、やっぱりこの時間帯宮澤選手ですね。うん、宮澤13得点、はい、エブリン、ステファニー、河合からエブリンのシュート、連続ポイントですね。そうですね。ここまで宮澤15得点。はい。これバスケットカウント。エブリン。そうですね。いや、エブリン選手もやっぱり積極的にシュートをねじ込んできますよね。このガッツポーズも出ました。はい。さあ、山本。小花。山本のシュート、しっかりと決めます。山本、このさあ、トヨタ自動車、かわいい、うわー、ナイス。ステファニーが持っていきます。これで54対70。ここで富士通しっかりと追い上げていく必要があります。町田抜けた、持っていきました。はい、よく決めましたね。これは吉田選手、はい、町田選手、さすがというプレーでしたね。そうですね。山本から三好、小花のシュート、もうこのミドルレンジのシュートも自信ついちゃってますね。18、リバウンドはトヨタ自動車、三好、決めた。三好のシュートが決まって、トヨタ自動車80、最後までしっかりと走り切りました。これで試合終了。トヨタ自動車に連覇達成となります。ご覧の通り87対71、トヨタ自動車アンテロープスがファイナル2連勝2連覇達成となりました。まあ、昨シーズン優勝を掲げても、そのチャレンジャー精神というのが本当にこのファイナルに来ても、やっぱチーム全員でやっぱりコート上をね走り切った、その強さなのかなというのは感じましたね。はい、この明るさ、元気さ、盛り上がりがトヨタ自動車の魅力でもあります。2連覇達成した選手たちの表情もこちらご覧いただいていますが、三好選手の引退ということもありまして、優勝で送り出すということにもなりましたね。いや、最高の花道ですね、これはね。いや、感動的。87対71でトヨタ自動車が勝利しました。富士通は6シーズンぶりのファイナルの舞台でしたが、一歩届かずということになりました。町田選手はこのシーズンの後 WNBA 挑戦となります。中川選手、そこに関していかがでしょう。いや、本当にこれまでも WNBA に挑戦して活躍している選手たちいましたけれども、またこう新たな扉を開いてくれたのがこの町田瑠唯選手だと思いますので、またこう世界に